皆さんこんばんは。アセンション29をモゴッチャやってきます。あと何回、これ入れて4回か。結構あるな。でもまあ配信時間があんまり確保できないんで、しばらく1日1回だけでも地道にやっていくしかないな。タイムレアリリック、一応あれか、パイプの可能性もあるんだよな。ボーナスとしても軽い方だから、まあこれ取って合宿通じゃなくても、まあなんかエリート勝ってアドバンテージ取りに行くのもありかもしれない。グーグル、このショップ行くか。3回美味しそうだね。ただ敵との戦闘回数が少し少なくなってしまうかもしれない。ひなたに殺せるか。ここにブーカー当たってきたのはかなり多いんですか。パッサンに、ショップ行きやすくなったらだいぶ。ハサミ、流液とかのが実質露骨に使えて、まあ序盤では火力の追い増しになりやすいから、割と序盤なら好みで取っちゃうんだけどな。素直にハサミが強い説結構ある。なんかいいの結構出てるな。荒い清め今から入れていいの？強力な圧縮手段ではあるんだけどね。1枚消してエンダーも取るか。エンダー取っとく、取っといた方がいいか。ヘクサ戦に武士のマイナスになる可能性あるんだよねこれ。プロ取るかな。境界リートのルート通りそう。でもそもそも金が足りないか、これとこれ買ってたら。諦めないとダメか。オコンだったら諦めてこの辺買って、なんか境界リードとか抜けられるようにした方がいいかな。まあ削除はとりあえず確定として、143で何買うか。これとこれって組み合わせもできるのか。後半明らかに邪魔になるけど、まあエリートに対しては、エリートとボスに対してはめっぽう強くなれるから。
目当てでこれ買うのもいいかもしれない。安いし。ただ、アクト2以降はまあ結構速度負けすること多いかなって印象。お金も保存してなんか削除費用を確保しとくのも良いか。でも境界リーと戦闘リーとかに絡まれると死ぬからな。ここがトップだ、やっぱ。すぐれ。どうする？倒せそうにねえな。わかんない。10、26、36、50くらい。ブームのおかげでギリギリ倒した。引用、なるほど。連打とか拾えると面白いね。アップグレにも見えるが、ここからがね。これこれ次のターン、うまい。噴火ストライクストライク、次のターン追撃ハサミ、噴火ストライクストライクで、このターンは28+10、38-12、26点で、次が52+で、これで残りいくつになんだ、まず28、38だから26ダメ、113-26は87とかで、次のターンが52と追撃22。あ、なんかいいよくわかんないけど、いけそうだから行こう。削除イベントも欲しいけど、カードも探してえよな。イベント。それは強いな。あ、1くらっとけばよかった。あ、これ一番効率悪いやつなんですよ。あー、瞑想か。まあヘクサは最悪これで一気に火力出して倒しましょう。これパンカで。エナ使える？
そうくるか。ただちょっと速度は失われがちかな。秋？ロイはちょっとな、圧縮なんだかんだ圧縮だしな、あんまりいいのかな。まあ最低限の、ちょっと走りとか飛び越えとかがアップグレできないのは痛いけど、まあ教訓で無理やりフォローできなくはないし、まあいい、ブロック動詞のアップグレに関してもあれだし、ってかきついんだよね。でも脆いのがもっときついから、これ選ばざるを得ないんだろうな。エリート強制ね。いやー連打返ったらな。強い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 。次だろこいつら。そして噴火警戒引けなかったのだいぶつる痛いな。半分だから6しか食らわないんだよな。こいつ一撃で倒せればもう1体倒しつつで処理できたんだけど、どっちかでよかったんだけどな。使うか。ちょっと大変、ちょっと嫌なところで使わされたな。あーこれエリートマイショップ行くのありか。で休憩、ポーション欲しい。いいね。削られたぞ、やばくね。
出て乗っていいのやら悪いのやら。反射区、赤べこ乗るしな。あとは、安らぎ買う？隠れできねえんだよ。レポとか人をバカにしてるとしか思えないけど、次のショップも十分行くからこれ諦めていかないと。いやー、それはちょっときついよ。この引きはきつい。やばい、次のターン普通に殺されるな。ワンちゃん、ワンちゃんつうか脱力も食らってるから誰も削りきれない。あるぞ。入れた、こいつの一旦脱力込みすぎるわ。再処理しつつってやんないともうだいぶ苦しいぞ。ちょっとダメージが半端だな。やばい。だか。よし、生きてる生きてる。危な。クレイバーズの倒す順番やっぱ考えるべきだな。あ、一旦目がもうゴミすぎるってこう、もう一言なんだけど、ただただ。休憩しながらなんとか抜けられるかな。あ、停止欲しいな。トゲポがな、だいぶくせもんだな。払い清め変えるな。やってみたらそんなふ、まあ払い清め一応じゃないや、メイストで一応増やせはするけど、なんか平穏とかみたいな一気に増やす手段が欲しいんだよな、払い清め採用するなら。あ、それに今抱えるとなんかシティで払い清めがなんか自己カードになってこれワンチャン殺されそうになって強いのはわかるんだけど、あーこの辺か、弱いな。多分制定詰めとかはテンポロスになるんで、かなり良くない、かなり確率良くないと思う。
ツードロー、条件付きツードローなんだよね、やば。引用系に入れるのもまあ面白いでしょ。さすがに家ると無理なんで。製鉄火炎なんだかんだ強えな。何か筋力プラ2になってる、知らない間に。降りて火力妙に高いわけだ。この回復、あったら連打欲しいな。あっさり抜けられるときは抜けられんのがシティ。まあ結構悪くないんだけどね、引用かなら。うん、やっぱ連打が一番欲しいかも。この辺のコストを下げて回しやすくする。あー、瞑想欲しいな。しかしロック間に合う。しやすいだけなんだよな。回しやすいだけでブロック自体の作る力がないから。次のターンから殴ろう。
ハサミ欲しいな。いや、この段殴ってもいいな。次の段にするか。しっかり27出してくる。チャンプ相手だと三角ってことするね。ガイ。ゴールドアバンテージでも得とくか。配達人解任会員カードあんのか。じゃあ買うもらうか。ラーベねえ。言うてラーベしかないか。なんかいいの。兵士2枚目は素晴らしいか。まあまあこれ2コスずつ下がってまあ火力出るからんだけど、うん、なんか割と変なアタック増えたな。いたっけ、タイみたいに結構強そう。ショップ前半オンリーか。マインドブルーム、いやマインド言うてマインドブルームで金取るのありえねえわ。いや隙がないな。結構早いの苦手なんだよな、このデッキ。あー初動の遅さがマジでもろに出てるな。まあまああるんだけど、ダメから毎回20、30食らってたらさすがに死ぬわ。本当に出てきた。確かにレリックが買い放題なんだけどね、呪いが消えねえんだよ2枚も。
このデッキかなり凡庸致命的だし。さあもう嫌なの。ダメだね、やっぱ遅いわ。この遅くてなんかタイムイーターとか目覚めしとかもなんか平気で30とか出してくるからな全員。投資は金は無駄遣いできないんだ。ペン先良さそう。で、相性良さそう。うち、これはうんち。ダメだ、レリックがクソで腐ったな。どうしよう。それ消すか。アップグレできない安らぎに魅力感じないな。まあ制定で一応コスト下がるけどな。それに問題になってるのは初動だからなんかな。室方神とか入れたいんだよな。さっき瞑想と一緒に出てたんだよね。さっきつくアクト1か。うん、やっぱこの辺入れるとどうしても遅くなっちゃうね。あるからこれ買ってもいいか。うん、何もブロックできなかった時用にハルコン買って下のリリック見てみるか。すべすべいいよ。ない最強は。うん、この回こんな回もでよかったのか。願い打ちづら。これ再出ぶち込んでくる。あーてかブロックねえじゃん。出てきた。ちょっと筋トレできるようになった。筋トレ、ああでも筋トレ欲しいな、だいぶ。筋力すでに2あるけど、もっとあれば言うことないな。てか、連打くれない連打。
音が出て、クソみたいなの出てきたな。でもこれしかもフンルになれねえじゃん、これじゃ。ダメらしい。ブロック次怪しいから、これ入れ、これ込みでいかないと無理か。17とか言ってますか。一生食らい続ける番じゃん、これじゃ。そのことデバフもう維持したまま戦っちゃったらマシかもしんない。いやでもいいのか。ダメだけど、まあこれ使えば対応できるから妥協しよう。エリートいけるかな。インツメなんかあったっけ。いや特にないな。情報欠使んなくはない。ちょっと苦しいけどな。スティックと一緒に使えばまあ一応引きはできる、引くことはできるが、そうちゃん。次高確率で一応まあ平成には戻れそうだけど、あれの攻撃しのげるのかって問題。手だけ引っ張ってくるか。攻撃してこんな。満たしてねえし。
なんだかんだチック上からでも停止あればなんとかなるかな。次殴られたとしても、だけど打つ暇ないな。この2つこっち優先してもらって、2枚か、この2枚しかないのか。そもそもそういうこと入れる。いや延長区内あるからな。ちょっとくないと引用あって、それのおかげでなんかブロックすげえ出るときはめっちゃ出るから、そんなにいらなさそう。力押し、こっちしかね。あー、なんかこれ使いどころねえから、もう今のうち飲んじゃおっかな。50、いや60ブロックくらい必要なのか。無理だな、意外とやっぱ使いどころあった、ごめん。あー、引用対象位あるな、引用区内あたりと。いや、まあこれあるからいっか、一戦でいくか。ほんと連打早く来てほしい。でかい方、次ブロックないけども20ブロックあれば足りるんで、殴ります。なんだかんだ体力戻してきたな。ヒデとかめっちゃ使ってるからな。あー、どうしようこれ。反射打ったがむしろブロック稼げる。いやでもそうすると制定打てないか。2枚沈めるのだいぶ痛いな。
ましょうよ。なんか2つ奥にいるのやだな。いやでもこれでご利用した方がいい。実はご利用して解決できちゃうんですね。いやこいつはどうだろうな。しっかり1段目でかいの打たれてるから、もうすげえダメージ出る。あーてかカウントがきついな。見てしか使えないじゃん。ゴミすぎこいつ。これ結構本気モードでやんないと死ぬやつだな。根とか稼いでる場合じゃないな明らかに。これ打ちたいんで、これとこれ打ちたいんだよな。そうす、でもそうすると11手で終わらざるを得なくなる。あでも次これあるからまだマシの方か。捨てて打った方がいいよな多分。最善って言ってくるな。デバフとそれの繰り返しさ、ほんと強すぎ。デバフとそれ繰り返されたら普通に勝って、誰でも勝てねえだろ。安全重視でいきます。やばい、やってることが最強すぎる。反射区打つと警戒が沈む可能性あるから破棄高血打たなきゃいけないのか。一球8910111。ああ打てる。あっミスった。そっかあれか、なんかスキル先付きつかないとあれか2ドルできないんだった。ちょっとやり直すわ。あ、ごめん、ちょっと気づいてなかった。あれ、お土産起動しなかった。こいつ、行動あれじゃん。ずっとさ、デバフと砲弾の繰り返しじゃん。そりゃ勝てるわけねえだろ、そんなんで。
なんかデバフさ、3回、強デバフ3回使ったらもうしばらく打たないとか、そういう制限設けるべきだろう。おかしいよ、なんかこれでずっと4枚でドローしてさ、やったらどのキャラでも勝てるわけねえだろう。だよな。となると今度はこれが打ちづらいのか。こいつだけ調整ミスってんだよ、サンボスの。こいつだけおかしいんだよ、強さが。他のサンボスと比べてさ、バランスが悪すぎるんだよ。他の三宝様は同じくらい強いんだったらまあいいんだけど、こいつだけなんかこうプレイヤーの行動を縛る要素あって、なおかつあれなんか普通になんかタイムアップなくてもバカみたいに強いから、4枚ドローのせいで、なんかリシャッフル入らねえから、これでドローもできないし。行動がおかしすぎる、マジで。これはいける。あ、また同じミスしてるよ。だろこいつ、やってんだろこいつって。あー、マジで最強のタイムイーターじゃねこれ。これで防げるわけねえから、ここであれ噴火しない、噴火して一気に倒しきらないと負けだな。足りてる。マジでこいつらだったらマジでどうとでもなるもん。だけ一応クレミして、まあなんかクレミした、一応クレミしてもマジになんとかなるもん、こんなやつらだったら。打たないほうがいいか。あーてかフンルのカードがないじゃん、またね、平成に戻るカードがないじゃん。あ、出てきた。戻さないとダメか。無理やり倒すこともできなくはなさそうだけど、できないか。
すげえダメージ。もうなんかあっさりこんな感じで黙らせられんで、タイミターだけ強さおかしいんだよ、アンボスは。てかなんか、なんか二重起動したり、なんかおかしいな。しかやることない。あー、平穏出てきた。岩薬あるじゃん。めちゃくちゃ強そうだな。あー、いやね、もともと切ってるんだよ。配信では流れない一瞬で、自分がだいたい配信画面の方ずっと見てて、コメント欄あんま見ないから、読み上げちゃん使わないとね、コメントに気づかないんですよ。他の人どうやってんだろう。やっぱなんかちゃんと気づいてるんだけどな、他の人。そうそう、今読み上げしてるんでしっかり気づけてます。あー、ボール消してもいい。関節もなぁ、まあ強いんだけど、偉いなぁ。俺見れねえわ。俺見れない人なんだわ。こうゲームの方にね、こう熱中、すげえ画面集中して見ちゃうから、チャット欄とかね、全然見れないんだよね。めちゃくちゃ買うか。微妙に高いのばっかりにされちゃったな。参加どうしよう。参加消そうかな。いや、参加消すくらいだったら追撃とかのがマシか。関節使いもなんかアーティファクト途中で貼られるから役割終わってると思うんだよね。手高い。夏っぽの。ああ、ハガルだね。俺もずっと気づかないでやってるもん。なんか読み上げてなかったら、現に今も気づいてなかったしな、全然。そう。どうしよう。まあ、脱力ポーションの方がいいのかな。これは15、なんか5ターンかけて15しか回復しないけど、これは、まあ、岩薬で削除し、岩薬で弱体消したとしても、あれ、15たす、いくつだ ?15 たす、30、17とかで、30何ブロックくらい張って仕事してるんですよ。一ターンでも。なんで、こっちの方が強いですね、明らかに。あー、これもめっちゃ強いな。ここで確実にっていう手もあるっかあるんだよな。多分脱力ポーションの方がいいのかな、あれだと。
旦目でなんか引いた時がやばそうなんで、やっぱ敵が入れ替えられた子は多分おそらくはるかに強いんで、なんかどっちかは入れ替えなきゃいけないと思うんだけど、どっちかな。怪しいな。弾薬あっても、弾薬あったとしてもやっぱり手札入れ替え欲しい。多分これの方がいいんじゃね、知らない。めっちゃ筋力ある。これ使って次のターンまた入れ直さないとまずいよ。噴火のがいいかな。これ引くより、いやでも引かないとダメか。なら結構勝負できそう。平定くん、これで4エナでしょ。あ、てか、あ、何も考えずに踏んで引っ越しちゃった。じゃあ、いや、あれがある、あれがある、大丈夫。危なちゃんとペン、ちゃんとペン先気づけてよかった。なんだかんだ筋力は嘘をつかないんですね。これで掘った方がいいかな。忘れてきちゃった。てか分類平成ねえから拾い上げないとダメだ。アタックがない今度は。いろいろ通ってないのやばいな。てか次のターンが、次のターンが危ない。ある程度安全だけど露骨が多く、まだこれなら結構いけそう。結構セットアップに時間かかったな。
さっき一緒。弾薬あんま生かせてないからなんか弾薬も意識したらもっと稼げたかも。今日平成ない。引けるのか確実に1枚は。あれなんか食らってる。これ使うの忘れてた。ほぼ GG だね、ありがとう。でも1回リードしてるからな。記録上は勝ってるけど実質負けですね。ほんとこいつゴミだわ。タイムイーターほんと許せねえ。まあでも今回はちゃんと死なずに、死なずにっていうか、まあ死んだとしても、まあまあ参考記録ね。参考記録として。まあ、このデッキでちょっとなんか心臓いけるかどうかっていうのはちょっと不確かだったところあるから、まあちょっと最後に弾薬とか出てきたから、なんかすげえ自分有利になっちゃったけど、結果的に。まあこれはまあリロードすれば勝てるデッキだから、一応リロードの有無は一応記録してるんで参考に。でどのくらいの広さで、何192、あこっちの話。記録用のエクセルとかちゃんと作ってるんですよ。自分ほんとなんか自分オリジナルのやつなんだけど、まあ一応自分が犯したプレイミスとか致命的なやつとか一応記録してるようにはしてるけど、でもなんか記録の付け方が、あ、それ正しい、それは正しい、それは非常に正しいです。下手な人は作んない方がいい、マジでハゲるから。
まあ、高潔のミスだな。最初に高潔使えば、まあ、なんか、どうだろう。体力かなり削れたけど、まあ、生きて、帰ってこれたかもしんない。プレイミスの原因になるカード取らないってのも案外大事だよな。高潔とか、まあ条件満たせばバックフリップなんだけど、なんかちゃんとあんまり考えずにプレイすると、ただのブロックに、ただの防御になっちゃうから。だからそういうミス、やっぱしちゃうくらいだったらもう、なんか入れずに進んでった方がマシだよ。行きたいところだが、1時間ちょっとで終わるから半端だな。でもやっぱ自分的にはあんまやってほしくないな。まあとりあえず勝つって、アセンション20勝つっていう、まあ勝つだけならまあいいかもしれないけど、やっぱウォッチャーをこう理解したいなら、理解っていうか、なんかウォッチャーで勝率8割9割とか出せるようになりたいなら、やっぱりなんか他のなんか古臭いギミックもやっぱ勉強すべきだと思う。ループとか忘れて。まあ今回自分のやったなんか引用を使ってなんかアタックプレイして敏捷を貯めつつ、なんか停止で締めるとか。前回はどうだったっけ？これ結局ループになってたんだっけ？あ、丸薬断食の回か。でも普通にルーフになってそうだな、枚数的に。なってたんだっけ、結局。なんか手札的には多いけど、あれか。なんか、酸素戻すカードが豊富だから、それでなんか無理やりループ作れてたって感じか。これ確かループじゃなかったよね。これなんか手裏剣くらい活かしながら、これもなんかループじゃなくて、ただの幸運とか使って敏捷をこれ起動させながらっていうデッキだったね。で、たまに神聖のスタンスに入って回し蹴りとかで火力取っていく感じ。でもやっぱり1ターン目どうしようもないことも結構あるから、この手のデッキだとやっぱりデッキもっと圧縮してちょっと平穏ループにさっさと持ち込むのがやっぱり一番楽なんだろうな、君打って。このゲームなんかこれ前回、そっか前回あれだな、なんか先に平穏とかがいっぱい来たんだ。平穏と蝶凸が確か揃ったんだな。蝶凸まで揃ったんだ、逆トワンで。あ、揃ってるな。逆に揃ったんだけど、アタックが初期ストライクと、あれ、初期のストライクと悪しきしかなくて、ブロックも全然なかったから、だからシティの序盤めっちゃ削られて、なんかこの辺から一ポイントにずっとうろうろしてたってやつだったな。まあそれでもまあ切り抜けられるならいいんだけど、自分のあれだと腕だとその辺怪しいから。まあループ捨てても勝てる、普通に勝てるから。あ、でもデッキは、それでもデッキはやっぱ20枚前後にはすべきだよね。デッキ少なければ少ないほど、やっぱりなんかフンヌのスタンスカードとか引く比率上がるから。どっかの人がなんか半縮とか言って、デッキ50枚以上にするウォッチャーとかやってたけど、
やっぱ35枚前後だと、30枚前後で毎回デッキ組んでると、やっぱりそれくらい、なんだろう、必要な、分の平成のスタンスの、カードは毎回引けるかどうかわかんないし。まあ、最悪、初期の噴火と警戒で進めなきゃいけないっていうケースも、まあ、なくはないから。それ考えると、まあ、20枚くらいがちょうどいいのかなって感じするよね。あそこに、もう1枚ずつ、なんか足、平成になるカードと、憤怒になるカードを入れて、いくのが、まあ、ちょうどいいのかなっていう感じがする。それでもさ、大す。うん。ウォッチャーで供給のサタボーナス取ってやってみるといいかもしんないね。多分そっちの方になると、今度はなんか戦術とかが大事になってくるんだろうな。まあ一応なんか戦術駆使しまくれば、まあなんかいらないカードをなんかどんどん消して引くことできるから。多分50枚で勝てるとしたらそういう感じかな。あとパワーマシマシにするかな。パワーマシマシで。うん、多分なんか水のごとしとか、この辺も、あとまあ先見必須だな。先見水のごとしあたり複数積んだりとかでやるのかな。術が本当に軸になってんだったら、じゃないや、これじゃないや。こっちか。これとかしょうもないもんな。断食はちょっとデッキ選ぶ。まあ、不動心ちょっととはまあ当たり前だけど。まあ、50枚でも普通に強いから。まあこれとかはもう入れまくりまくって、まあ50枚だと不動心3とかでも平気でいられるからな。歴史持ってるとまあ2とかが限度だけど、50枚だったらもう3とか入れていいっていうのがまあデブデッキのメリットよな。あとまあなんか全地とか詰めて、全地ともそうだね、強そうだね。で、新人とか複数積めば2ターン1回くらい新鮮になれるから、まあ、それで殴ったりとか。まあでも50枚って、他のキャラでも普通やらないことだからな。なんか極たまになんか結果として50枚デッキになったみたいなのは見たことあるけど。そうだね、ほとんど、なんか偏見が、なんか8とか10とか、この辺になれば、まあ本当になんか手札操作してるにも等しい。なんかそのターンの自分の手札選べるにも等しくなるからね。昔はやっぱりすげえ強いって言われてたわな、偏見の目。でも今は、なんか圧縮するようになってから、一ターン目、打ったターンは何もしないっていうデメリットが、まあまあきついよな。しかもまあデッキ薄いと、まあ見れるカードとかもないから。でもどうなんだろう。心臓の状態異常を避けるためだけに先見入れるってどうなんだろうな。普通に弱いか。うん、昔の評価はめっちゃ高かったね。統計的にはそこまででもなかったんだっけな。よく覚えてないや、統計のことは。でもやっぱ30枚とかになったらやっぱ強い。20枚だとちょっと微妙だよな。
あと、なんか圧縮とかになってから露骨に評価下がったのって、確かこの辺も、なんかかなり評価下がったと思うな。でもそれ言った目に引かなきゃダメじゃん。瓶詰めできてるなら話別だけど。やっぱ新刊はそうだけど、やっぱ言った目にちゃんと引ける保証ないからな。まあ、手札5枚スタートして、金10枚だったら、4分の1の確率でしか引けんからな。まあ、ドローソースとか、添削なり前置なりあれば別だけど。まあ、2巡目か。でも2巡目 2巡目まで戦えないでしょ、今のボッチャ。イフェクトとかだったらわかるけど、ボッチャでそこまでかかってたら割と、でも、それは現代のボッチャの感覚か。古いウォッチャーは、まあやっぱそんくらいかかるよね。まあでもそういうデッキだったら多分、おこたてより前に、おこたて以前に多分すごい欲しくなってるはず。タイムイーターのドロー現象とか粘液とかも、まあまあ緩和できるからな、あれば。うん、そうそう、また戻るけど、話。これで評価すごい下がったよね。なんか全体に脱力、一生脱力負けるから、なんかめっちゃ強いみたいな扱いを受けてた気がするんだけど。あと拒絶と合わせれば、なんかバカみたいに脱力付与できるとかで、アーチファクト剥がしの便利だ、みたいな。いやでも、アーチファクト剥がしは不動心じゃないとダメか。でも、今のウォッチャーって不動心だけで十分なブロック積めちゃうから、こいつの脱力の力借りる必要ないのよな。ヤガメッチャがデッキ入れてた30枚くらいだった頃は、なんか防御ついたんとかどうしてもできるから、やっぱそういうのをかわすのには使えたんだろうけど。あと一つね、聞きたいのがね、応用安らぎって入れる？圧縮してる人。自分入れるんだけど、割と。今回ちょっと、まあ、制定あるとはいえ、なんかアップグレできなかったから、今回ちょっと突っ込まなかったけど。自分は工業とか、安らぎとか、まあ、1枚前までは入れて、で、まあ、まあでもアップグレ、ああ、コモンでよく出てくるし、そうだね、保留あるから、まあ、1コツとかでも、タイミング見計られやすいよね。なんか、他のカードが混じるみたいな、ボーナス特殊効果ある時でも、まあ、なんか、好評取って、なんかタイミング見計らって、怒って、一気にとどめ刺すっていう動きもするし。そういや、なんか、パパラットさんが、なんか、サイレント使って、サイレントでなんかプリズムかなんか取って、治療科でなんかデメリットを帳消ししながら、応用フンルスタンスの2倍ダメージで殴るとかいうデッキ使ってたな。やっぱ入れるならやっぱりアップグレして使わないとダメだと思ってて、保留できるとはいえ、圧縮してりゃ大体毎ターン引けるから、ほぼ。ほぼ毎ターンは言い過ぎだけど、結構な頻度で引けるから、こういうのとか、癇癪なんか山札に戻るから、まあほんとすぐ引けるよ。だからやっぱアップグレしないんだったら、やっぱりいらないかなって感じする。アップグレして0個に0になるから強い。ああ、結局アップグレー権避けるかどうかっていうのが、まあ、ビッグ基準で。このカード。
これらのカードも。いや、サイナしかないときにすごい重宝するんだよ、こいつが。ゼロで平成に入って、まあ、安らぎなんかも多分あれ、なんか踏んでる事故った時に備えて、なんかこれを握っとくっていう使い方は多分弱くて。なんかこう、ウォッチャーでなんかセットアップとか展開とかする中で、こうエナジー足りないなっていう時に、まあこれ忍ばせとくと、ちょうどいい感じにエナジー浮いて、いろいろできるっていう感じ。やっぱそういう使い方ができちゃうね、このカードもこのカードも。あれ、こういう配置でもそこまで使用が変わんないのかな。変わるけど、すごい変わるけど。アップグレしてなくても、まあ、使えないことはないかなって感じ。これ多分弱い。今回、ファーストピックっていうかなんか、ネオのボーナスでこれ選んだけど、やっぱり、ちょっと、どうなんだろうね。まあ、1コスト8ブロックのトレードオフなわけなんだけど、アップグレードしない状態だと。あ、いわばエナジーカードみたいなもんだからな。いや、最初弱えか。これはまあダメージカードに、ダメージカードになるけど。愛の評価も、5、6装置だよね。ただし評価は最初から評価されてない。いや、まあ、でもまあ、なんか、タイムラグあるけど、これ込みで、一応まあ、なんか、デッキに、の回転は阻害はしてないっつうか、まあでも、手札10枚制限あるから、そっちの方か、そっちの方がむしろ邪魔か。おう、あ、自分はあんま見たことないわ。次は今でも昔ではまあまあ評価もらってるね。これと、これ、これはむしろなんかループとかが流行り出してから再評価されてたかも。あ、入れられるの、入れられるデッキっていうか入れられる状況は限定されるけど、これで、人生でエナジーもらえば、それでループ成立する可能性もあるから。これの評価も最初から低い。これも1コス消費する代わりに、あれ、ドローによる、あれ、祈りと合わせてドローの阻害をしないマントラカードとも取ることできる。あとループも一応あるにはある。凍結はね、テクいけど強い。統計的にもう、あ、でもどうなんだろう。ループとか関係ない周期統計だからな。ヒルケあるときとか、あとどうしてもドロー足りないときなんかはやっぱ使えると思う。交換してると評価低くなるかな。奇跡。横にある状態だったら、まあ、かなりドローの条件満たしやすいし、いや、やっぱさっきみたいなプレミアムありえるんで、まあ、慣れない人、なんかそれ嫌だったら、まあ取らない方がいいかもしれない。あとなんかブロックあったっけ？あれだな、欺かれた現実があったか。これピラミッドとかあれ、ピラミッドとかあると手札開かなくてなんか困るんだよね、2コス払わないと。ちょっと困ることある。でもまあ、序盤用のブロックとしては本当にこの上ない性能してるから。いらないターンとかも、まあこれ打って、なんか次のターン中1コス中にブロックしたりとかで、本当に使い勝手がいい、このブロック。ああ、そうだ、あと精神障壁のブロック評価もかなり下がったな。昔、なんかめっちゃ、なんかすげえ強い扱いされてた気がする、これは。てか、なんかすごい昔の2020年くらいのティアリストだったら、この精神障壁、なんか S ランクくらいもらってたんだけど。
今やっぱただの雑魚扱いだよ。まあ奇跡込みで、まあ2エナ15ブロックくらいか、そのまま打つと。奇跡ある場合は。ライトあれば、まあ2コース27とか2コース36くらいブロックには確かになるけどね。でも今もっとアホみたいなブロック稼ぐ手段ができちゃったからね。そうだね、保留カード増やしまくってみたいな感じで運用できる。あとあれだ、なんか定着の影響を受けるのがめっちゃ弱い。思い出した、なんかデバフの後の強攻撃とか抑えたいのに、まあ、これに関してはなんか多段じゃないだけまだマシなんだけど、まあ2コス、多分これ主力ブロックにしてるなら多分アップグレしてると思うから、多分2コス36ブロック、最大2コス36ブロックのところを27くらいまでに9ブロック減らされるっていうのはなかなか重いよな。うん、不動心がおかしい思い。えのひかくんはまあ、なんだろう、まあ優秀だけど、ちょっと集団に弱めで、少し集団戦もろくて、あとアーティファクトで防がれるっていう点が、まあ、ちょっときついところあるよね。でも不動心はそんなの、なんか相手の都合関係なく、パス変えるだけで6、4ブロックないし6ブロックだから、本当に不動心がおかしい。ウォッチャーって稼げるとき、なんかすげえ稼げるからな、ブロック。200とか平気でいくからな。でもまあ、なんか30枚くらいのデッキでいつもやってると、たまになんかブロックめっちゃ弱いときあるんで。多分なんかそういうなんかデザインにしたかったのかなって感じはするんだけど、なんかフンヌのスタンスで攻撃力は、高いけど、なんかブロック面は苦労するみたい。でも、ちょっと君のせいで、これ一生ぐるぐるできるから、これでブロック安泰なんだ。あと、なんか、どうか変わったカードとかあったっけな。ラグナロク、どうなんだろう。まあ、もうなんか圧縮してどうこうだから、もうなんか火力とか、こういうなんか一発で火力高いやつなんて関係なくなったけど。やっぱウォッチャー始めたてってやっぱ全地ラグナロクで、うんぬになって全地ラグナロクで敵消し飛ばすのが一番強いみたいなことを思ってた節あるよね。全知全知、願い事願い事、ラグナロクラグナロクとか。アイナランダム36点、まあ一応高コストになればなるほどそのフンヌで増えるダメージ量も増えるから、あっ、まあ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 、確かに現代ウォッチャーってなんか山札が大体消え移せるから、山札薄いからさ、やっぱ狙ったカードを全知しにくいじゃん。王徳とかと合わせたりすると、赤べことかと合わせたりすると、まあでも今でもタイムイーターワンパンできる実力はあるからな。アーチゲリもちょっと評価下がってるよな。まあ多分主にやっぱり2コスっていうのが悪いんだろうけど。でもまあ、アクト1だったら取った方がいいかな。
できればなんかゼロコストのカードと併用したいけど、最初だったら。今回連打欲しかったね。この辺にしといて、今日はさ終わるか。取るかい。あれさん違うゲームやった。あれもなんか今回なんか2桁くらい視聴者2桁いる配信複数あるな。もうなんか全員アセンション20プレイヤーじゃないくさいな。普通に終わるか。さあここまで今日はありがとうございました。まあ明日やるとしても、あそうだ、確かに。でもアパラットさんめっちゃやべえよな今。なんかほんとなんか2020年くらいからまあ見始め、スイッチの配信見始めてるけど、自分が観測する限りほぼ毎日やってるもん。アパラットさん毎日スレーザースパやってるもん。あの人やばすぎるわ。動物とかだってなんか別のゲームやってる時期とかあるのに。あとまあ2020年当時配信したけど今もやめちゃったみたいな人いっぱいいて、もう結構いるけど、でもパパラトさんだけはずっと毎日やってんだよ。あれおかしい、あれすごいよなあれ。まあただ配信してるのが日本時間の昼とかだから、ちょっと仕事してる人にはちょっと見づらいかもしんない、あれは。だいたい日本時間の昼くらいに配信してること多いから。こう、普通は。まあ、他のゲーム、アメやってたとしても。でも、ほぼ毎日はすごいよ。まあ自分もなんかいやその気になればできるけど、でもその気になれないからな、残念なことに。そう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 、配信終わる前に告知したかったんだ。明後日第24回閉奏会あります。キャラクター今やってるウォッチャーです。21時から。明日までになんかもう一回くらいやっときたいよな。まあ時間あったらだけど。初めて参加する人もどうぞどうぞ、ぜひとも参加してください。まあなんか配信者はほとんどアセンション20やってる感じだけど、ツイッターのクリア報告なんか見るとわかると思うけど、ノーアセとかアセンション1とかスイッチ版で走ってる人も結構いるからね。まあちょっと自分はちょっととか敬遠せずに、そうそうそう、敬遠せずに、まあ軽い気持ちで走ってみてよ。ということで今度こそ終わるわ。ここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。